けど、変な文様は何かなと。いや、うんこなんですけどね。ちゃんちゃんです。うんこがどないしましたか？先週かな、先週ぐらいに、飲み屋行って、3軒目か4軒目ぐらいで、バンドのやつで先にその飲み屋入ってたんですよ。はいはいはい。で、僕も急いで行こうとか。じゃあさっきの最近頭に来たことと、同じわけですか？うん。で、急いで行こうと思ったんだけど、店が混んでるって言ってたから、トイレに行きたかったんですけど、先にちょっと外で済ましちゃおうと思って、ちょっと暗がりに行ったんですよ。はいはいはい。そしたらなんかこう、歩いてって、こうやって、ずらーってなんかこう、何かに滑って、でバターンって倒れたんですよ、そしたらなんか全部うんちでそこら辺にパイうんちでそこうんちだらけなんですか？うんちだらけでそこにもう頭と言わず全部全身うんちになっちゃったんだけど、うんこまみれですね。ワンちゃんのものなのか、人間さんのものなのか、一応犬のものと信じたいですけど、神々を飼ってら人間ですよ。そうですね。ワンちゃんはあまり引きませんから。そうなんですね。僕も結構飲んでたから、最初何が起こったのかもわからなかったですよ、なんかベトベトとか言ってちょっとこんななってやったんだけど全然取れないし、どのかなみたいな、あもう汚いなみたいな、それで何でうんこだって確実に決定だわ。20秒後ぐらいにもうものすごいだから、周期がこう体全身にオーラみたいに、最初そこら辺のものがなんか匂ってんだろうな、自分がそういう風になってるっていうのはもう酔っ払ってるからよくわからない。